ています。五穀豊穣の神様です。二礼二拍手一礼です。どうぞお参りください。じゃあ、はい、じゃあもうちょっと下がろうか。ダメなんだ。いやいや。いや、後で編集書いたら大丈夫だよ。交通だよ。Thank you.
正確には857枚畳が敷けるということなんですね。残念ながら未完成です。またお屋根の周りだけはね、金が塗られてるんですけど、もし完成をさせていたら今の金閣寺よりももっと派手な建物になっていたのではないかという説もあります。春時期だそうです。あれ、残念ながら未完成のままですね。構図の中に入ってたら編集で直す。2000万のチーフでも9万円のチーフでも手札の大きさが一緒なんだね。あの人とか6万円とかさ。前の方から座ってくださいね。前の方からどうぞ。ただもう2名様お帰りしました。2名様どうぞ。奥の方にも回ってくださいね。奥の方にも乗るぞ。はい、2名様お帰りください。神社を参拝されて、宮島を出発までにはお写真を作って渡しますので、お時間の方が限られます。で、撮影終了後、神社の出口でお写真のご注文を取りたいと思うので、1枚定価1100円とお写真の控え券を交換になります。で、出来上がったお写真はまとめて天領さんにお渡しますので、お帰りバスの中でこの券と交換にお写真を渡してください。で、あと終わりましたらこちらが結構滑りますので危ないので、あまり行かないればいいかも。もう2枚いきます。相手がこちら。
な。はい、ありがとうございました。ご審査の方、ご審査の方はお店の方で、まあ、行っちゃって、これさ、これで今古墳の高舞台といいましてね、平安時代から今に伝わる舞楽を行うところです。またここで行う舞楽は皆様方が10万円寄付されますと待っていただきます。通常はね、なかなかね、めったに見れません。待ってる時にちょうどタイミングが来てくるとね、後ろで演者が散り見れますからね、その時は楽ですけどね。あとはお正月参加日、お祭りがある時は祭典ごくわけができますけど、通常は寄付しないとね、寄付ができないですね。オスとメスで、ね、風味です。どっちがオスかメスか。みんな知ってますよね。人間に例えると小学校3年で習いますよ。メスはね、すぐカッとなるからね、角が出てるから。オスの方笑ってますけど、ごめんなさいね。笑ってごまかしてる程度でどうございます。お互いに、ね、シンボルついてるんですけど、あとお客様の中でお守りとかお札を切る方がいらっしゃれば、どうぞお守りして渡れてください。また皆さんでちょっと足元悪いんですけど、よかったら写真撮られます。ご所望、ご箇所あるんですか？違う、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 あとここで一箇所もできます。ここ一箇所、あと、あと、あと、報告人。あと、報告人、報告人。あと、これなんか、うるさい、なんか、いるんですよ、なんか。ちゃんとお前さんのことは、ちゃんと、撤去する。撤去する。うるさいのいるんですよ、どうだ、大難関係。お父さんが。ここね、見ますから、拒否だね。意外と。あんまり行かれると離れるとね、顔がちっちゃくなる。行きますよ。そう、珍しいですよ、これ。逆に雪が降るっていうのがいいですね。うっすら雪化粧。めったにない。まさにここでしょ。そうなんですよ。
この多宝島までは遠いの？多宝島はね、いや、あの神社出たらすぐなんですけど、ただね、急なんですよ、上がるところが、階段が、はい、一段一段がすごい急なんですよ。